まあ現在、令和新選組は沖縄4区で、衆議院の沖縄4区でですね、山川と志さんという方を候補者として擁立しているわけなんですが、この沖縄4区では現在立憲民主党も、今、金城徹さんという方を擁立していて、沖縄では当然オール沖縄というのがあって、その野党共闘がかなり進んでいるところではあると思うんですが、それは辺野古新基地建設のえと一点でまとまってオール沖縄で、 戦っていると思うんですが、まあ、そうした中で沖縄四区では残念ながら今野党が複数の野党が候補者を擁立しているということがあるんですねでそうした中でこれまあ8月30日、まあ、去年、えー、先週の金曜日に令和新選組は久々に記者会見を開いた中で、まあ、この沖縄四区の問題に関してちょっといろいろ山本さんが発言していたのでそれについてちょっとまあ取り上げていこうと思うんですが、まあ、これまず前提として言うと これ、まず、なんか、報道とかは全くされていないことで、この山本さんが、今彼、あの、山本さんが言っていることはですね、一方的にその山本さんと令和新選組が発表していることですので、全て真実であるっていう、裏付けは別にないというか、その令和が言っていることを、その、今、私が紹介しているだけですので、 それが、松田氏がそれが全て真実であるっていうことを言っているわけではないっていうことは、まあ一応言っておきますね。で、ただ、あの、この、山本さんはこの会見の中で、会計責任者、その、近所徹さんのですね、が、その、提出した政治資金収支報告書ので、その、会計責任者っていうふうにされていた人が、その、実際にはその、会計責任者っていうふうにされてきた人は、そこの名前を使われるっていうことを了解を、 あのしていなかったにもかかわらず、まあ、勝手にその金城さんが、えー、その記名して、あの応援もして、それで、まあ、収支報告書で提出していたっていうことがあったらしいんですね。これ、山本さんの言い分ですけど。で、それはまあ明らかにもしこれ事実であれば犯罪ですから、これ事実だとしたら大問題だというふうに思いますし、まあそういうふうに山本さんも言ってるんですね。で、それで、まあ、自民党の大臣とかが似たようなことをやってきたときは、その立憲民主党はそれを追及していたのに、 いや地元、地元で結局沖縄でそんなことやってんだったら、そんな資格あんのかよっていうような趣旨をしているの、趣旨のことを言ったんですね。で、まあ、さっきも言ったように、その、まあ、報道とかはされてないんですけど、ただこれ、令和新選組曰く、その関係者とかにも、その高井幹事長とかがですね、ちゃんと話を聞き取って、裏を取って発表しているっていうふうに言っているので、まあ、事実であれば大問題であるっていうことはまあ言うまでもないと思うんですよ。 でまあ、先日、沖縄4区、まあ 2, えー、2週間ぐらい前だったと思うんですけど、討論会が、あのこのオール沖縄の沖縄4区での討論会っていうのが開かれたんですが、まあ、その中で、令和の山川仁志さんが、金城さんに対して、会計責任者のこの問題に関して質問し,しようとしたところ、まあ、司会がその質問を制止して、まあ、結局、山川さんもその場ではま納得したのかもしれないですけど、ほ、えー、他の質問をしたっていうことにがあったんですね。 でただ、これは、あのこれも本当、山本さん、この会見でも本当、おかしな話というか、なんで止めたんだよみたいなあのことを言っていて、まあ、これもちょっと私も、うん、これに関しては山本さんと同じ意見で、その公共性があるわけじゃないですか。その政治資金収支報告書を作る中において、その犯罪としか思えないようなことが行われていたら、あのそれは大問題ですし、あの政治に関わるその国会議員として、あの国会議員を目指すものとして、著しく、 その問題である資質に欠けているっていう批判は全然正しいと思うんですよ。なので、あの司会がそういう質問を制止するっていうのは、ちょっと、まあ、外野からは全く納得できないですし、まあ、そ,そういうね、何らかの,その事情とかあ,のあって、そういうことをせざるを得なかったんだったら、ちゃんとその説明はねあの、最低限するべきだと思うので、の現段階ではただそういうこともないみたいなので、これもちょっとおかしなことだというふうに思うんですよね。 で、まあ、さっき言ったように、その、令和新選組っていう、この、オール沖縄の、この話し合いに参加していた政党が、まあ、こうしたことをその告発しているわけですから、それもイワっていうのはね、その、なんか、オール沖縄の側から声がかかって、いや、まあ、ちょっと、いろいろ言うのはわかるけど、それは、あの、オール沖縄で一緒に、その、選挙を戦えないかっていうことで、それで、まあ、候補者の調整とかも、 えー、に応じてくれないかっていうことで、それでオール沖縄のこの話し合いにも参加していたっていうことが令和に関してはあるので、あの、まあ、これ事実であれば大問題ですから、ちゃんと、その、謝罪して、まあ、立憲民主党最悪、ま、金城さんを候補者取り下げるなり、なにするべきだと思いますし、もし事実ならね、事実でないんなら、ちゃんとそれなら、それで、あの、こんな令和が言ってることを放置すべきじゃないですから、あの、ちゃんと、えー、何らかの声明なり、説明なりするべきだと思うので、ま、あ何らかの対応は最低限するべきだというふうに思うんですよ。 まあこれに関してはね、ちょっとこれ最初に言うべきだったと思う、だったかもしれないですけど、ま,まだちょっとなんか明らかになっている情報がちょっとあまりにも少なすぎるので、私も取り上げるかどうか悩んだんですけど、ただまあ野党政局に関してね、かなり取り上げている YouTube での発信者として、ちょっとこの話題をスルーするのはちょっとそれはそれで不誠実かなっていうふうに思ったので、現段階で分かっていることだけでもね、ちゃんとあのまあ意見表明しておくべきだかなっていうふうに思って、取っているわけなんですが、そのように思うんですよね。 で、そうした中で、その、令和新選組は、まあ、オールオキナワが候補者選考会っていうのを今、まあ、開いて、やっているわけなんですが、まあ、その参加条件として、まあ、多数決で、まあ、あの、やらない、その、全会一致で、あの、候補者を決めるとか、そういうことがあれば、その、一致でやるべきっていうふうな要望をまず一つして、まあ、これに関しては、まあ、その、多数決やらない、まあ、できるだけね、それは全会一致であるべきっていうのは分かるので、まあ、令和の言い分も分かるんですが、ただ同時に、それはま、最終的に、その、 前回一致に至らなかったとしても、きちんとその誠実な議論とかを尽くした、尽くした、えー、尽くした末にはそういう結果になったっていうなら、まあそれ多数決も別に全否定されるものではないかなっていうふうには思うので、まあちょっと両方これに関しては、まあ一つ目の,あの言い分に関してはわかるんですけどね。ただ、えっ、ー、と、それに加えて、 この会計責任者の問題に関して、その近所、候補本人と、あと会計責任者とか、まあ、そうした関係者へのヒアリングっていうのを行うよう、まあ、要求したんですね。この2番目に関しては、まあ、当然残ったと思うんですけど、まあ、いずれもこれ、オール沖縄側は拒否して、それでまああの今、9月1日なんで、昨日かおとといですかねに、そのまあこの候補者選考会っていうのが開かれた中では、これ、令和は参加しなかったと。 いうことがあったらしいんですね。まあ、これ、あの、経緯とかを見ていると、あのまあ、令和側に全く問題がないっていうわけではないとは思うんですよね。これ一応言っておくと。というのも、まあ、なんか、もともと、その山川さんっていうのは立憲にいた方で、その人が、まあ、令和に、あの、なんか、いきなり、えー、それで、まあ、令和が、あの、えー、先に手を挙げて、 あの、やったっていうことんで、まあ、その立憲側にも令和側にもいろいろ言い分はあるんでしょうけど、とはいえ、まあ、この疑惑に関しては、ちゃんと立憲民主党最低限の説明するべきだというふうに思いますし、まあ、こんなに野党間で、このい,いざこざかって、もうこれ、一番最も、その、被害者というか、苦しめられるのは、今も,もう、現在も自民党政治によって、その沖縄、そして在日米軍によって、あらゆる暴力を尽くされている、その、一般の沖縄県民の人たちですから、 あの、そうした沖縄県民が苦しむだけですからね、こんな内紛をやっていても。まあ、そなので、なんとかして、まあ、令和新選組であり、立憲民主党であれ、これ、今の自民党政治にも対する問題意識、この在日米軍が今も好き勝手やっている、こうしたその現状に対する問題意識っていうのは共有しているわけですし、その辺野古新基地建設ノーっていうところでもそ、そこにおいては令和も立憲も合意できているわけなんですから、なので、ちょっと、 まあ今の現状っていう、沖縄4区の現状っていうのは本当残念ですし、まあなんとかしてちょっとうまく話をまとめてくれないのかな、まあそのように私は思いますね。